はい、おはようございます。地担当ホームエイドする地長会社です。今回はこちら、はい、赤ねえんさんですね。いつもお世話になっておりますよ。はい、なぜお世話になっているかというと、何にお世話になっているかというと、はい、キャンディーストアさんです。まあ素晴らしいですね。で、今回のラインナップはっていうか、まあたまにラインナップは変わっちゃうんですけどね。はい、いちご&ミルク、お茶、ポカリスエットと、クリスタルガイザー、マッチ、サルピスソーダと、あとライフガードさんですね。あ、お菓子もありますね。チップスター、スニッカーズといったくらいですね。はい、下の方は、まあ、お菓子ね。コーラさんとトッポさん。それに果汁グミさんがありますね。はい。で、値段はというと、まあ、一番高いのが、あれ？ポカリスエットさんになってますな。あ、違う違う違う。レッドブルさんまだありますね。はい、200円のレッドブルさんで、2番目がトッポさんです。で、ポカリスエットが140円ですね。はい、あとは基本110円と100円と110円になっております。他のラインナップはコーラ、カルピスウォーター、フルーツビタミン、つぶみオレンジ、ぐんぐんぐんと、ウォッチですね。ウォッチ、ウェルチさん、ウェルチさんと緑茶、オラミン C で、さっきも言ったレッドブルさんで、あとはスッと飲めてきてるコーヒーのワンダさんですね。ワンダさんと金の微糖さん、朝専用と金の微糖ゴールド、 UCC ブラックコーヒーで、あとは贅沢微糖さんのボス、もう一つはザコーヒー、かかはにゃぐ微糖、ティートリップさん、よくわかりませんね、と午後の紅茶で、で、まろやかカフェラテさんがあります。はい、暑いですね。で、で、全体の見た目だというと、はい、こんな感じになりますね。はい、こんな感じです。とっても暑いですね。久々の散歩ですね。はい、何ヶ月、いや、大伏の散歩は何ヶ月ぶりでしょうな。まあそういうことになりますね。はい、イエーイ、愛知さんのあれはありますね。で、ウプ主たちは残念ながらイチゴを食べることができないんですけどね。はい、人気は殺到して予約はすごい速さで予約が来るもんですから、ここはすごいですね。まあウプ主のうちが貧乏だっていうのもあるんですけどね。はい、まあこんな感じですわ。で、遠くから見た感じがこんな感じになるんですね。はい、はい、では以上です。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。